あ、皆さんこんにちは、元気ですか。今日はムガチャンネルですね、福岡に来てますので、今日はですね、本当にあの博多座で舞台見に行こうなと思ったんですけど、なんか幸せなことにですね、その舞台役者でですね、一人私のそばにいます。元気ですか。元気です。お前が誰だと思います。皆さん自己紹介で。中村鹿蔵と申します。中村鹿蔵さん、はい、すごいぞって言って今日はねこのトークしたいなと思ってますからですね、なんぼしようとって墓で、博多でですね、はい、今月あの博多座というところで、小栗というスーパー歌舞伎、小栗という舞台に出ております。出てるんですね、はい、もう今日はですね、本当に友達のこのサロンでですね、あの招待を受けてですね、あの後で紹介しますので、本当に縁があってですね、この界隈してるんですけど、私も実際ですね、あの35年前にですね、あの 中曽根総理大臣が初めてパキスタン訪問した時ですね、本当に日本のこの歌舞伎をね、紹介したんですね。でちょっと歌舞伎をについて少し聞きたいんですけど、はい、聞きたいのは歌舞伎会社じゃなくて、株式会社と歌舞伎はどう違うですか。株式会社と歌舞伎はまあ同じようなものですかね、大体ね。儲かるんですか。いやー、儲かるんだと思いますけど。まあ、今、はい、儲かりまっか。ぼちぼちでんな。あ、ぼちぼちでんな。飽きまへんなって言って、はいはいはい、なんかもうね、本当に博多弁で喋るか関西弁喋るかってですね、はいはいはい、もうあの一言ですね、ぜひあの今いつから博多に来てるんですか。ちょっとみんな博多にとも、全国見てると思いますので、はい、今ですね、今月の、はい、4日から博多座の方で、うん、あの初日を迎えまして、あの25日まで、25日までですね。まだまだ時間あります、皆さんね、はい、まだですね、はいはい、はい、で、ではい、ちょこれ紹介ですね、あのちょっと皆さんにご紹介、はい、これぜひね紹介してほしい、はい、これがあのスーパー歌舞伎オグリという作品です。スーパー歌舞伎オグリですよ、はい、本当にこれをですね、ぜひ皆さん、まだ市川猿之助さんと、はい、中村隼人さんという方がこのオグリという役でダブルキャストで2役の1人の、ね、交代で、はい、やっております。そう、どういう役をやってるんですか。中村、僕はですね、この中に出てくる横山党という、まあちょっと、横山党という中の家臣、まあ、家来ですね、はいはい、家来の阿星という役と、はいはい、あとあの山伏、途中であの道成寺という舞台で山伏が出るんですけど、その山伏に僕は出ております。わお、すごいですね、はい、いや皆さん本当にできれば、ね、あの長いトークしたいなと思ってますが、うん、短い時間で皆さんまず歌舞伎の PR とかですね、はい、あのまず勉強として、私も歌舞伎大好きだけど、はい、時々私は脳もですね、日本の脳も、取材した、番組作ったりするけど、はい、聞きたいのって脳と歌舞伎はどう違うんですか。なるほど、難しい質問、難しいですね、はい、これちょっと皆さんも知りたいと思いますので、脳、ね、と歌舞伎の違いですか。 NO、はい、YES、ね、YES か NO か。まずですね、まず歴史的なことを言いますと、はい、NO の方が歴史はものすごく古い、あ、歌舞伎はもう400年ぐらいの歴史なんですけど、あ、そうですか。 NO の方はもっと昔から、そうそう、ね、ずっと昔から、はい、あります、うんうん、それでですね、NO というのはやっぱりこの奉納、例えば神様に対してその五穀豊穣だったりとか、奉納の能ですか。そういうことです。あのやっぱり神様に対して見せるというのがまず能の根本的なあのスタイルですかね。なるほど、はい、だから、それを、神様に対して皆さんが病気にならないようにとか、例えばその作物がよく育つようにとか、そういうことを、まあ、お祈りを込めて神様にお見せするという芸能が能という芸能です。まずわお、はい、で歌舞伎というのは能を、土台とした能を原作とした歌舞伎というのもあるんですけど、歌舞伎というのはあくまでも、まあ、お客様にチケット切符を買ってもらってお客様に対して見せる、まあ、要するに普通のショービジネスというのが歌舞伎です。わお、はい、だからこれ本当に初耳です、うん、私これ、はい、これいつか知りたかったんですけど、能、はい、はあくままでも、はい、やっぱり宗教的儀式、そういうことですと思った方がいいですね。はい、そうですね。で歌舞伎はエンターテインメント、エンターテインメントです。わお、すごいですね。全然違うというの。なるほどですね。はい、あ、まあ、ちょっと短いことでやりますが、今日はあの博多に来てますから、まあ、全国の人に飯行きますから、はい、短くて1分以内で最後に博多の人に、はい、あの PR と自己紹介全部喋ってください。何でもいいですか、喋ってください。中村鹿蔵と申します、はい、このスーパー歌舞伎ですね、スーパー歌舞伎小栗、市川猿之助さん、中村隼人さんが主演で、舞台やってるんですけど、あの普段の歌舞伎と違ってもう非常に新しい、例えば、プロジェクションマッピングを使ったりとか、宙乗りがあったりとか、もう水を使った派手な立ち回りがあったりとか、要するに現代的な演出を加えた新しい、スタイルの歌舞伎となっておりますので、またもしお時間ありましたらぜひあの劇場の方に足を運んでください。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんですね、歌舞伎上がりたいなら歌舞伎を見に行きましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当？
Thank you.